皆さんのご心配と皆さんの笑顔にお迎えいただいて本当に関真将いつも感謝感激しております。本当にいつもありがとうございます。政治のことはたくさん分かりませんけれども少し分かりやすくおしゃべりいただきまして皆さんに話していただきたいと思います。第2次の補正予算案を一体いつ提出するのか、小沢さんは早く出せ、麻生総理はいや出しても協力してもらえる確証がないから来年の1月早々に出す、こういう議論がずっと続いていたんだと思います。国民の皆さん方は私単純に考えますと国会延長したならすぐ出せるものなら出した方がいいんじゃないの、こういうふうに思っている方が実は8割か9割ぐらいいるんじゃないかと思います。先生はやはりその首相という要するに総裁というものにまだ挑戦していかれるご予定はあるんでしょうか。やらなきゃいけないなって思うことたくさんあると、来年すごくあると思うんですね。ですからそういう独自のものを発信し続けていくためにも麻生今の総理も4回やったそうでございますし、小泉総理私ずっと応援してましたけど小泉総理も3回目で栄冠を勝ち取りましたんで、まだ引き続いてチャレンジ精神旺盛で頑張っていこうと、この提案を持って本日からまた皆さんありがとうございます。